実はこの先にはアランボット、それで2人が警戒してるが、まずはタレットが反応したとコロ、実は後ろにリフがある。このハイタイドでサイト中とパイプがで分断される形になりますね。しかしここでは上下2段、右から来るところはウィングマンディジで返していくところはテックスが抑え、一方2段を組んでいたジョナピー内側通ってバックサイトに侵入、完璧な立ち回りを見せていきます。完璧ですね。ああ最後はバーリンです。守っているキングはどう情報を取るでしょうか。あ反応早い。ハイタイドには付き合いません。ただミッドからのアプローチ、これ崩したの大きいですね。そのままキッチン抜け、苦しくなったレビアタンはフィジカルで抑えるしかありません。正面をどれだけ早く崩せるか。ただキッチンを崩したのはアスパス、そしてミッドを崩したのはコム。あっという間に人数状況は4対2。これバレてるっしょ多分。あとはサイトの中、トレントとイエローにいるリアイシーです。あバレた、死にしました。うまい。さあ後部外にいるのは分かっています。 うまいトレント、こいつお前やんのか。ここは解除に触れることはできません。かなり難しいですね。うまっ、うおー、いや言うてめっちゃうまいな。フォーカスが向いている最中にミッドの進行を行っていった。でこれテックスを崩したことによってディフェンダーがスポーンやサイト中へのアプローチを挟み込んで行うことができていました。ただそこに対してアスパス選手がまずはディフェンダーがスポーンの位置対処することができたというのが一つきっかけになりましたね。いやこれ俺のただの感触なんだけど、 G2 のエースプレイヤーいない感よくない？どこまでアルティメットを使うかというところも難しいですよね。俺が勝手に感じてるんだけど、うん、そうやってこれどうでしょう。みんながみんな超綺麗にゲームしてる感じ、裏来てるんじゃないかと思わせましたよね。さあそのまま正面に集中をするレビアタンです。 G2 もリーフのみが後ろを警戒しています。ハンターズフューリーからのスタート、イエローに向かってハンターズフューリーを打ちながら、一方カウンターのスラッシュを打ち、その間にテックスがジョナピーを落としている。さあイエローまでは取れそうなのはレビアタン、時間がなくなってきた。ただやはりフラッシュがないのが辛いところでしょうか。イエローぐるっと回ってきた、マジョ、しかし時間がもうありません。4対3の人数状況になりましたが、バーリーナイスヒット倒して最後は2対1の環境、ただもう回復は間に合いません。うまいね。折り返しは成功したもののアルティメットは結局2つ使わせたラウンド、うん、まあ、ハンターズフューリーとスラッシュとあとはハイタイムの、あここはアイシー倒していきました。まあ、レゴニングの交換になりましたね。そうですね。ただこれ本命が B サイトなんですよね。ロックダウンフェイク、これうまいですね。そしてレコニング打ちますが反応ありません。実は B サイト、これ打たせましたね。うめーんで、これでウルトでしょ。うめー、まあ、レビアタンとしてもまだ情報整理ができない中での設置になりました。完璧な揺さぶり。これであとはバーリンがかまされてんな。レビアを駆使していきながらですが、これ相当苦しいですよ。そうですね。しかもこれショックダーツ2本にもろにナノスにモッシュピットがあり、遅延の量えぐいぞ。時間はないでしょう。そうなんですよね。これ本来ではフラッシュを使いながらこのカスケードを抜けていきたいと考えているはずなんですが、フラッシュがないんですよね。バイパーズピットの中には合計3名。さあロングから取り返していくが、リコンボルト移った。そこはアスパスが抜いていきますが、トレントのショックボルトによってバイパーもろの中いるからね。ロングの勝負はリーフ、もう一人無理だよ。ディフェンスできません。トレントがその車線を抑えていく。もう時間はありません。これで5対1です。わあ、これタイムアウトだ。 G2 の手、その間にうまくハイタイトで切っていきます。ドローも壊しました。さあ手前のコムの勝負はどうだ。唯一武器を持っているコムがファーストブラッド。これコムがこれワンキル取ったのでかいな。テックスもファントムで、これキルシュルシュルリテイクできるから、レビアうまいですね。ローテートしていると読ませましたね。足音をあえて出し、さあここでロックダウンのチャンスはあるか。ただ切らない、プラント阻害することができない。いや前出るか。テックスはバックサイト、ラクタニアアスパス、あーそれ負けんの。アサスブレードソームで倒しますが、残るはキングアスパス。バリの立ち回りはどうだ。アスパスはもうクラシック、おお武器は回収したか。うわなんちゅう 1v3。 この際にロックダウンを切りながらファストリテイクをしていくのか、はい、もしくは設置の遅延をするのかで少し迷ってしまった場面でもあるんですね。ただテックスとしては設置の遅延を図ろうとしたところ、後部によって、うん、まあ、スパイクの設置がこう守られてしまっている状況を気づかれている、まあ、それがかなり痛手になりましたね。
まあ、人数不利の場面、あの確かに。そしてアラームボットも置かれています。あ、ウィングは排除策的ですね。2個目は使用。これさ、ウィングマンのさ音がさ、プラントか策的か分かりづらいから、区切りながら策的用のウィングマン投げたとしてもスキル結構入ってくれるね。ホームからの設置、そこに対してノックボルト、リコンボルトが打った。ここはバックサイド3対3のリテイク。アースパスのオペレーターは今回リーフが落としているので、少しヨルドンが遅くなったか、見られたが、ただアースパスが死にしたのでここを警戒しています。あ、惜しい。残るはジョナピー、手前のライン、あ、クバート上。ここはリーフがいたことでアースパスもよりずらそうですよね、うん。ただこうそこに至るまででバーリのこのカスケードを左側に打っていって、左側の車線をなくした後に右側き、勝負していった、うん。まあ、その判断の速さというのも光りましたよね。あ、手前映りませんでしたよ。映りませんでしたね。キングの位置まではバレていません。そしてマジノはその奥上側です。レコーニングスタート、 DJ を受けてしまったがハンターのフューリーが届く。コムのファーストブラッド、トレンドが落ちました。さあ、このカスケードのラインを超えることはできません。フラントまで来た。設置はできたものの4対3。さあ、ここでガスが切れます。あとはテックスのロックダウンを軸にしたリテクス。ここでもドローン、手前にはバイバーが寄せてきているのは分かっている。タイロを塞いでいくアスパス。テックスも横からすかさずカバーに入りました。うーん、耐えたな。ずっとエリアを落ちました。これで6対3です、うん。さあ、果たしてスラッシュを切るべきか、まずはドローンなのか。スラッシュを切っていきました。奥にはリコンボルト、スラッシュを壊して、実はそれは釣りではあった。テックスのダブルキル、ただ間に合うか。武器を持ち、おお、見切るギリギリ間に合った。テックスのおかげです。ギリギリ間に合いましたね。いる中でもテックスに手前入らせたという判断が素晴らしかったです、ね。ここでもしこれスラッシュが来るというのも分かってましたよね。このバイパスピットを、はい、攻略してくるなればスラッシュを使ってくる。だからテックスを前に配置しようと。持っててよかったですね。持っててよかったです。いや、勝利がアサルトライフルだったらマジで強いの。持ち替え速度で負けてますし、はい、間に合わないですね。そう、ショーティーの強さ、ショーティーのみ、やっぱ切り替えの速さだと思うわ。ディジーリコンボルト、ここはすぐサマー壊していく。コム、ドローンが回ってきたが、ここはスケート、どうだ、見えない、見えてない。隠れたコムのファーストバット、内側マジの。さあ、ここかぶりましたか。お守りで持っとくの強いよな。ことが難しくなりますね。さあ、そのタレットから逃れるように入ってきたところ、オペレーター外した。ただ実はもうマジノが寄っています。リーフ、オペレーター、このミッドの位置を取られてしまうとリテイク遅れてしまいますね。2オン2です。うまい、リーフ、リーフのオペレーターです。うまいですね、ポジショニング。まだ置いています。いや、うまい。もうコミュニケーションエラーがあったようなアルティメットの切り方になりましたね。そうですね。あ、同時ですね。ほぼ同時ですね、うん。まあ、リビアタンとしてはこの A サイトのセットがかなり印象悪かったので、早めにアルティメットを切っていって、いやー、レビも結構息を吹き返したと思ったんですが、そこを逆手に取られてしまう結果にはなりましたね。まあ、レコニング流れていきますから、うん、まあ、よりこう手前のラインで使いたいというところもあるでしょう。まあ、それトレントのハンタースピード合わせそうですよ。レコニング、ハンターズフューリー、まあ、これでスタンを食らいながらハンターズフューリーを受ける形になります。まあ、遅延に使った方が、うわ、トレント、ここもダブルピークで上下2段を使っていくが、バーリンのダブルキルで抑えていきます。8本目が見えてきました、 G2 です。トリプルピークで抑えていきます。今これカスケードを入れて裏に、あ、ピンも刺されているので、かなりプレッシャーかけている状態ですね、うん。さあ、裏を見に行ったのはテックス、ただ何人いるか分かりません。何その離婚。それでも正面に集中するのはレベルが高い位置を保っています。コム、ゴミ離婚だなって思ったけど、カバーキルを取っています。おお、シェリフでダブルキル、ツオンツーまで持ってった。あー、外した。ただシェリフ圏内、いや、ノータイムじゃね、これ。ワンワン、うわー、テックス1ミリ見えましたね。そうですね。
まだここまでの展開で言えば G2 e スポーツ側の方が優勢でしたよね。カバーキル、サイト中も落としきることができていて、最終的に 2-on-1 のシチュエーションまで持っていくことができたんですが、最終的にはこの設置場所が良かったというところ、あとは肩が出ていたというところを抑えたテックスの活躍でしたね。本当に黒いドット DRX とかもそうだけど、これ負けたら終わり。いや全く、ただレビアタも気づいてるでしょ、明日明後日なんか多いなと、うん、まあ、かなりプレッシャーかけてますからね。明日から負けたら終わりの試合始まるんだ。合計2人ちょっとキャンセルしてないですね。このままもう行く考えですね。明日はローア始まるよね。マジのが動いた、よし打ち勝った。唯一武器を持ってる相手にドバーブロット、その奥囲む横からジョダピーとダブルピーク、進行ができない。残り30秒、カスケード切って内側からのライブガイ、これ G2 取ったな。スリフティーなるか、追加のスラッシュ動けない、当たった。その構えにジョダピー打ち勝っていく、9対7、スリフティーです。スネークバイトを落としていたんですね、はい、そこでスネークバイトを落としていたことによって後続が分断されている。ここです。でこれでカバーが取れない状況を作り出している中で、モシピットも入れていて相手のカバーのラインを崩していた。カバーを取らせなかったというプレイングが本当にうまかったです。この辺りただ雪だるままで取ると話は変わります。これうまいですね。レビアタンも、レビアタンも雪だるま付近まで取れました。素晴らしい動きを見せていくのがコム。その間にレコニング、雪だるまが合計3名、ここには気づけない G2。 ここを挟ん、そうなんだよね、挟まれてるって分かってね。強マジの残るはトレント。おてか、なんでこんなに同じリージョンを読んだレビアさんでした。たまたま回りましたね。本当にましたよね。そこが非常に見事でした。なので結果としてこのレコニングを避けることができて、この打ち合いを制することができました。 G2 の動きも本当に洗練された素晴らしい動きだったんですけども、はい、しっかりそれを読み解いたのがレビアさんでした。うん、まあ、説明に対してのハンターズフューリーは切れなくなります。切れなくなりますね。モッシュピットが飛んでくるので設置のタイミングが少しずれました。さあ先にハンターズフューリーを切ったのはコム。おお、ジャンプまたこれでハンターズフューリー切れない。さあロックダウンに対しての対処方法がなくなった。その間にロックダウンを打っていく。レビアタに対してこれは引くしかない。迷いますね。安全にプラントができます。これであのタイミングでのコムのアルティメットはびっくりです。しかも的確にやってましたね。さあ一方レコニングの対処引いていく。ここは打ち勝ったアスパス。スタンを食らいながらでもおっとバリンジャンプしたところテックス。3対2の人数状況、 DJ は壊せない。残るはマジノとコム。ミッドに回ってくるコムの立ち回り、そのコムを待ちながらマジノが耐えました。いいですけども、しっかりファストリテイクに対しての対処方法が整ってました。そうですね、ここで落とせてなかった場合はキルジョイロックダウンに対する対応でハンターズフューリー打ち込まれてしまう危険もありながら、ファストリテイクを通されるその可能性もあったのですが、ここでコムがトレントを抑えたことによって状況一気にひっくり返りましたね。設置はできた。さあここからが注目です。 G2 の取り返し、うん、合計4つのアルティメットです。まずはリーフがロックダウン打ち勝った。待ってこれでスラッシュが切れない。さらにラクがいる。オペレーターオーバーピークでずらした。これプラスプレッシャーかけるだけで十分ですね。リーフもアスパスを下ろした。手前にコムがいた。ロックダウン切れない。絶望的だ。ただバーリーが耐える。しかしマジノが耐える。中でマジノがダブルキル。いやこれテックスにオペレーターはロックしたくない。オペレーターはなんとしてでもキープしたい。ジョナフィー動けない。持ち帰れるか。しかしここでドロップ。ドライいった。素晴らしいですね。このドライには気づけないでしょう。これでマジノがリテイクに合わせてレコニングを切れる。コムのファーストブラッド入ってるのも気づけないね。使えるウルトも使えなくなってくるね。まだ前に出るアスパス。お、これラッキーラッキーラッキー。なんでそんな勝負してんの。なんでなんでなんで。ラウド対フナティックでも見たぞ。スーパーラッキー。ラウドがあの時はフナティックに打ち倒された過去がありました。スーパーラッキーなんだけど、そのような形で前のめりになった。なんでワイプッシュだよ。レビアタンがこれクロス組まれてるぞ。頭1個スパイク回収できない。キングハンターズフューリーは1回誘った。時間をかけて2回目。これで手前に張り付いてるのは分かってない。残り10秒。
リコンボルト映らない、横から入ってくるリーフ重射球。いやーこれでもかなり悔しいラウンドになりましたね。この定点は流行りそうですけどね。流行りそうですね。ただここから前に出過ぎてしまいました。そうですね、打ち合いのラインが前出てしまったことによって逆に G2 e スポーツ側のが有利な場面で待ち構えられることができていたというのがレビアタンからするとかなり誤算だったかなと思いますよね。高台取っていたアイシーが今一発を受けましたが、ミッドのコントロールレビアタン、これはハーフタイミング、あ手前キングスラッシュ打つが体を張っていく。あ、これ大丈夫だ。あーテックス、そうだよな、そうなんだよな、テックス気づいてないからな。挟んでいく、さあ B のコントロールがスタートしていましたのでこのまま設置です。雪だるま2レコニングロックダウンがあります。うお抜いた、グロ画像だろ。その抜きはあまりにも大きすぎます。リーフであればあるか。顔を出してくれません。映った、時間稼ぎうまいですね。ショックボルトが飛んでくる、卵発だ、無理くせ。最後はダブルピック12対10、また A4 です。高い立ち位置を取ってくる G2 は強気です。打ち合いに行った G2 バーリン、ジョルビーただアスパス、ここもバーリンです。残るはキング1オン2絡らないか、設置は完了。リコンボルトも出たのでミッド2はほぼ確定か。これクラッチしたらかっけえぞ。あ、見えた2人頭に当たった、ワンチャンス。うわー、しかしここはトレント、ラウンドの中で B メイン、あ A メインですね、ここ前出て倒しに行こうとする判断見事でした。思い切りの良さが G2 e スポーツの良さでもあるんですが、本当にそれが光ったラウンドでしたね。まあ、今までこのトクシッククリーンを使っていて前を積極的に押しに行こうとする姿勢は G2 e スポーツ、まあ、そこまで多く見せていなかったのでより刺さりましたね。さあこれで情報の取り返しをしないといけないのが G2 e スポーツですが、うわー、そこからもう一回 B に引き返していきます。それはこのポジションはどうでしょうね。ヒーローになれるか。数々の名シーンを生み出してきたこのイエロー、しかしここはアイシが崩した、これで決着です。わあ、これエプシでワンキルも取れなかったのめっちゃ13対12ポジション再び取れたのレビアタンとしては、ああこれ打ち方テックス、ただもう限界だ、抜き返していく、頭1個の勝負、ミッドからマジノ、これマジノのポジション重要ですよ。タレット壊した瞬間この勝負はどうだ、マジノの位置がキッチン抜けかもしれない、プレッシャーかけるだけで十分ですよ。これで前に出れない、1ミリ見えているのはマジノ、なんというセクシーな角度、抜いた、 OT だな。今回は固まってエントリーを仕掛けていきます。ドローンスタート、アースパスブリンクを切らせた、あこれうまいですね。形を変えてクロスの車線を作ったのはレビアタン、スネークファイト、あーここでコーブを使っていきますが、ここは壊していきながらジョナピーのファーストブラッドです。まあこれであればテックスはどこかで仕掛けなければいけません。ウィングマン設置、これをキャンセルさせることはできません。まあ打ち合うしかないですね。うん、そしてバイパスピット、バーリーの立ち位置、ギリギリスネークバイトを受けていない立ち位置です。残るはキング、俺はピッケム一応 G2 ですからね。ここもトレントが抑えました。14対13、ハンターで覚えてねえわ自分のピッケム。アランボットを看板横に設置したことでファストリテイクはありません。まあ 5-5 だね、 5-5 リテイクは基本アタッカー側は有利ですからね。これマジイニシエより言われてる。これは G2 スポーツ相当苦しいぞ。ウィンは DG 壊している、この看板の近くにいるの分かったか、 G2 の方が有利とも見える。1ストレート、しかしキングトレント
なだれ込んでいく。ジース耐えれるのかレビアタン。ここもコボレビの勝ちだ。リーフがクラッシュで打ち勝った。時間が、しかし上からコム。キングの完了が行っている G2 に対してこの手前の位置というポジションを取っていて足並みをずらしたというところが非常にうまかったです。ただ情報が分かった中では、まあ、若干 G2 が勝ってもおかしくない打ち合いかなと思いましたけども、まあ、そうですね。ウィングマンの反応があった時点で一旦は G2 側に傾く結果になりましたからね。でもみんな余裕ありますね。うん、笑ってますよこの環境で。手前の情報が取れました。ファーストラウンドではリーフが手前にいましたけれども、これあれ、まあ、おっと、最悪。極限までアスパスはピークをします。タレットはこれ反応してないですよね。これ離れたポジションにいたというのが分かりました。ただレビアさんのリテイクの方法としては B ロングは一度捨てたという判断でした。雪だるまを警戒しているキング。これどうだ、マジロの位置はどうだ。キッチン抜けが怖いマジロ。逆にバラバラでロングミッド CT っていけてるからこそこうやって潰されるかもしれないな。あと裏取りのアスパス次第ですねこれ。3対3これ正面前いけないぞ。リーフの体力にちょうどチックボルトを構えたタイミングでした。タイミング、ここだ。テックス時間がない。アスパスワンオンワン。リーフ体力ない。ハーフまではいける。アスパス助けた。このレビアタンにはやはりこの英雄アスパスがいます。で、タレットの反応を隠していて、今のさ、ハーフ上げられてるタイミングで一番覗きたくないタイミングで覗いちゃったけどな。あまりにも覗くタイミング悪くね。ファーストブラッドまず大きかったですね。アスパスも強いんだけど、これ覗くタイミング悪いな。これ下手すれば 2,3 キル持っていかれる可能性がある、うん、リコンボルト壊した。雪だるま確定。しかし手前の設置顔を出せないジョナフィー。マジノは体力を削られながらも設置はできました。ただ今までと違うのはこのミッドの位置を IC がすでにコントロールできているということですね。5対5のリテイク。そうですね。ただどうしようね、車線通ってしまう。ミッドにはアランボット、そしてバーリンが後ろを警戒しています。 DG からのリテイクスタート。イエロー付近にプレッシャーをかけていく。後部からの解除を狙っていくが、ここは手前をバーリン、バーリンが背負っている。さあミッドからのラックは少し遅れている。テックスがバーリンを倒し、そしてミッドからのラックが入った。さあただ解除どうだ。ハーフまで行った。スネークバイトが届くか。その間にマジロのテックスとプレッシャーをかける。レゴリンが入っているのでもう解除できません。16対14 大逆転をしていきました。レビアタン、これは大逆転。第1マップアイスボックスを制しました。なるほど。でしかも B メイン、ブリーズとアイスボックス混ぜたみたいなマップだから、これリフトいいよ。テックスが落ちました。さあ B 側に寄っているのはレビアタン。うまい。上下2段ここで組み合わせた。トレントが落ちましたよ。先にスモークを張って、ハイタイドも上がってる。マジノ、マジノアスパス人数状況4対2。時間を稼ぐ IC リロードのタイミング。ここはカバーに入ったマジノ。上乗ったの。うまキャラコンゴッドすぎんそれ。リロードのタイミングもう一回。上なのか下なのか挟まれる。上からマジノ真上は無理よな。ボトムからトップに対してのプレッシャーをかけたいアイシー。なんとかこれワンピックを狙っていきたいところ。見えました。設置完了。さあ取り返し。ここはバンダル、ブルドッグ、ガーディアンの距離。ただアイシーはここに隠れる。ただ打ったらバレる。これはバレてしまいました。まあ今倒すかどうか迷いましたね。ただここからはどうでしょう。綺麗な柱裏へのパラノイア。側面を取ったキング、完璧な立ち回りです。残るはジョナピー。しゃがんで頭が隠したか。ダブルキル。その間にアスパスの解除。え、嘘でしょ。ジョナピー間に合う。惜しい。ギリギリマジで惜しい。マジでギリギリ間に合いましたね。まあ、ここ IC としてもリコンボルトに移ったところ打つかどうか迷いましたよね。まあ、自身が打ってしまうと位置情報もバレてしまうので、うん、いやただこの後の4キル、弾避けながらの打ち方うまいですね。
あ、もうあと一歩のところでした。アビリティが飛んでくるので設置は一旦キャンセルです。まあ、あとは武器差を生かしていきながらトレント、スパイク持ちながらでもワンピック取ってきました。かなりじらした動きになります。ミッドの枠、ここはコムが打ち勝った。武器も回収できる。ぐるっと回ってくるコム。あー、これを生かすために手前でマジノが時間を稼ぐ。正面が倒されてないのが大きいぞ。コムがぐるっと回ってきた。一方アイシーも警戒はしているんですが、コムの車線がここで刺さった。これで挟み込まれた。残り1人、崩された。崩した。時間は十分にあります。あーららー、待って、武器差がある状況ではあったので全員でメインに引き切っていって、最終的には武器差を生かしながらこのロングレンジ戦っていこうとする判断をしたのが G2 でした、はい、ただそこに対してコムがミッドの打ち合いを制した、武器を拾って裏を取ることができたというのがあまりにも大きすぎるラウンドでした。さあ、このワープはあくまでフェイクです。おっと抜かれました。トレント体力45。あー、ここはバーリンが抜かれましたよ。コードが抜かれた。あー、トレント、さよなら。奈落の底にトレント落ちました。コムが笑っています。パラノイア、何も見えない状況。銃声聞いて最後はキング。血をした後のラウンドというのも崩れてしまいましたから。フラッシュもらったのに。フラッシュ食らってはまあ仕方ないですね。まあ仕方ないですね。でも面白いセットでしたね。ワープをミッドに置いています。さあ、フェイクがうまく機能したか。これで本命、ただテックスの位置、これで情報取られましたが、一人、あ、バレてない、一人。しかしバリン、スパイクドロップ。さあ、キング乗ってきた。ロムダシャドウズ飛んできたのはこのロープ上、ハンターズフューリー食らった瞬間、上からキングができない。残り8秒、3発目時間かけて打ってきました。あ、ピークできないんだ。横から入ってくるが時間がない。おーおーおお、うまくいった。タイミング、ワープを使ってメインまで引き切りました。 IC にかかっています。オペレーターを置いてあとは解除を狙う。しかしオペレーターの画面が外れた瞬間狙っていった。アイシーの駆け引き勝ち。丁寧な立ち回り、クラッチでした、うん、まずはファーストブラッド、このジョナピーが釣ったことで大きかったんですけども、まあ、この局面においてもアスパスがこのオールドローンに対してまずはオペレーターで破壊を試みた。でその後に自身が引いたことによってテックスのキルにもつなげたんですけどね。しかしよくつなぎましたね。時間がなかった中で、はい、ギリギリ取れたラウンドではありました。なんとか。さあ、ここジョナピーが伝っていった。フラッシュ入れて合計3名が入ってくる。ジョナピー、ファーストブラッド、テックスが落ちました。これでワイヤーの警戒をする必要はありません。バイパーズピットを切って、その中にいたマジノは下がるしかありません。レコニングの解消を早々に行っていく。手前に張り付いたキングをうまく生かしていく気だ。しかしバイパーズピットの中で耐えていくのはジョナピー。入っていくマジノはダブルキルを狙っていくか。あ、味方です。いやー、これちょっと無理だな。もうコムと合わせていく。セーブでもいいと思うけど、抜いてた。もう全然無理さすがに。今度はラフターからの射線。ただまだジョナピーが生き残ってる。ジョナピーの位置はある程度特定できているのか。特定できた。バイパーズピット落ちた。いや、言うじゃそれでも無理よ。だんだん時間がなくなってきました。いや、ハンターズフィール切りづらいか。この距離であれば切りづらいです。そう、ソーバーウルト最大限まで引いてハンターズフィール。え、何やってんの。もうハーフまで行っている。あー、モロガンのね。うん、そうだよね。まあ無理だよ。ギリギリ切った。これはリテイクを諦めました、レビアタン。さあ、カバーも入るか。コムのハンターズフィールも持っています。先にリコンボルトを切った。メインにパラノイア、スネークファイトを越えてキングがピークをしていく。正面にバイパーが見えた。そして降りてくるのも分かったか。マジノのカバーが先に入りました。ちょうどこのディフェンダーサイドからの取り返し、横にリーフが入っています。トレンドもカバーについた。手前コム、クロスの射線をキングが落とした。ブレードストームを切ったアスパスがおとりになります。うーん、
ここはテックスが落としました。ついね。心までは入ったぞ。アスパス1回のチャンス。どれが本物かわからない状況でした。しかしテックスこのラインまで取っています。これハンターズフューリーは届きません。カスケードを使いながらのリテイクですが、さあリテイク用のハンターズフューリーは柱裏に打ち込む気でしょうか。まずはロックダウン。ロックダウンは無視してもいいかもしれません。そうですね。あーただハンターズフューリーをロックダウンに打ちましたか。ここでこれまた面白いハイタイド。うまい。このハイタイドつれーなー。後部で味方を助け自分が壁になる。あこれは抜いたと思いますよね。しかし横からアスパスに対してこのハイタイドを切らないことによって前をプッシュしやすいような環境を作り出していますよね、うん、なので最終的なこの局面においてはアスパスが前を詰めていって自身が車線を通せるような状態にしていたと。なんか日本語は安心感ありますね。安心感ありますね。ずっと使ってくれてますからね、はい、後部を壊せる段数ではなかったので。そうですね。どこ行ったのっていう話を多分していました。ファーストブラッド待ちろ。落ちてた。とまあ開けてもいいだろうという判断をしているのがレビアタン。さあしかしこのリンクはキングが見ていてパラノイアも二人にヒット。ナイスパラだけどナイスキルだ。先に行っていたリーフ頭えベイ落ちた。あっとテックスが落ちた。え待って待って待ってどこで落ちた。デンジャーでテックスが落ちました。それを横目にバーリンが進んでいきました。あららあららあらら。ここはマジのこのラウンドを4キルでまたもやレコニーがアップです。かなり今のはテックであればそうですね加速が効きません。まあ、ただこのラウンドについてはミッドリンク側のハサミとメインのハサミを試みはしたんですけれども先にこのリンク側が落ちてしまったことによってメインがもしもああそうですね今一瞬しか映んないな。まばたきした方は多分見えてません。ゼッにいるかある程度見ました。早めのレコーニング。レビアタマこのミッドのコントロールをぐるっと裏から回ってくる。リテイクが裏からキングが来るぞ。対策完璧だ。2人うめえパラもあるし、あパラ使わないんだ。3人しかも大回りでもう1人込む。うわこれはわかんねえ。正面ではアスパステックスハーフいけてる。裏からはまたもやコムだ。しかしリーフが早くアプローチをかけた。助けたのはリーフでした。しかし時間がない。おギリギリ続きました。ラーク合戦からねそこから立ち回っていって最終的に裏を取っていったのも見事でしたが、まあ、そこに至るまででこうレビアタンの裏取りミッドのコントロールをされた後にこの A メインから裏を取っていって挟み込んでいこうとするリテイクの仕方も見事でしたよね。リーフの3人目恐ろしかったですね。恐ろしかった。ただこれはそのミッドのコントロールを夜そしてキルジョイの2名で行い、ロックダウンと合わせて安全に中をクリアするためにディメンショナルドリフト。さあここをミッドのラークをキングが抑えてきます、うん、そして換気通路1人いるところもドローンと合わせていった。打ち勝てるか愛し大事な中おーよう逃げた。このおかげでニューラルセクトは打てません。そうですね打てないです。ジョナピーは思い切った立ち位置。しかしオペレーターの射線時間がなくなってきた。天井フラッシュからの抑えはどうだ。ハンターズフューリーが飛んできた。ジャンプで回避し3発目あーヒットしない。さあ限界の中あハーフ行かれたでもわーこれハーフ行かれたの死んでバーリーが耐える。いやーノータイムだ。ノータイムです。あ外すねアスパス今日バーリーの4キル8対4。さあここで少し遅れながらも設置をしていきます。これレビアタンミッドを使ったラーク目視しているわけではないので、はい、どちらかというと G2 e スポーツ側の、まあ、アイシネスのフラッシュの使い方が重要になってきますね。テックスここは2マウンセルで落としていった。アイシのダブルキル3対3の状況まで持っていった。ただ問題はマジノの位置です。あえてここで射撃音を出すことで
そのスモークの手前にいるのを隠した。これはレビ、ここはコムとアスパスに仕留められました。この位置をまず制圧することができたというのは見事だったんですが、その後とっさにこのハイタイドを切られたことによって車線が防がれてしまっていた。でそこに対してはリコンボルト、そしてスネークバイトも機能している状況をうまく作り出しながら、このリテイク阻止を図っていきました。あとなんかあえての動きっていうのも、お、うん、あれ T2 がこのラウンド捨てます。これやっぱやるチームあるんですね、はい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 、こういうのウルトポイントね、まあ、これ戦術の一つですね、はい、オーブを試させないというアビスのエース奈落のエースで、岸さんそれ言いたかっただけですよね。環境キルです、ね、タワーにパラノイア、カスケード切ってタワーを取るプランを取ったんですけども、ぐるっと回ってくるのはテックス、裏取り、おー、ワンキルで終わった。トレンドが反応しました。このスモークが鬱陶しいでしょうか。 G2 としてはこのスモークを抜けなければいけません。サイドからプレッシャーをかけるリーフでしたけれども、アスパスの射線が通りました。ディフェンダーサイドからはクロスではなく、ここは2段の前、ね、うまいですね。オペレーターを持っていたところを落とすことができて、ここなんだ、まずはえ、ここなのリプレイが一応挟めなかったというところでのリプレイでした。どうしても流したかったんだ。さあマジノが思い切った飛び込みによってこのまま設置まで持っていったか、抜いた、抜きです、じゃね、すげえ抜きしたな、角度抜きましたね、あ、いや上見えたのかもな、段差乗ったら。さああとはぐるっと回るジョナピーを生かしていきたいというところです。あえて内側の通路から取っていく、オペレーターへの対処をしていくのは G2。 このハイタイドはその奥見えてません。後ろからジョナピー、すべて武器ドロップになりそうなレビアさん。おつ。メインに引いていて会場の遅延に徹するという行動を行いましたが、最終的にはこのジョナピー。ああなるほど、ジャンプで。そういうことか。このジョナピーが裏を取っていて正面側の会場の遅延を狙いなくさせたというのが素晴らしかったです。いやーリーフうまいですね、今のプレーは。うまいですね。まずは B メインはドローンで見ていきます。ドローンレコニング壊すことはできません。ジョナビスタンを受けてしまった。エフェクトも出た。グラビティウェルのポジションにあえて入ってきます。コム、ここは打ち勝った。サイトの奥までは潜り込んだレビアさんです。あー抜かれます。ドローも壊されました。タワーの位置はオペレーターの射線。 G2 としては苦しい時間帯。このタイミングでの設置、手前はアスパス、オペレーターとしてはかなり近い距離。フラッシュ合わせでアイシーが飛び込んだが、1ストレート、バーリーも耐える。この距離でアスパス、もう一回アスパス横からコム、マッチポイントはレビアさん12対5。カバーも徹底しますね。返されてしまってるんですよね、まあ、結果これ低めのドローになりましたね。そうですね、スモークでタレット隠されたのでミットの情報がなくなりました。さあテックスの体力は29。今まではこのラグのテックスから落としていたのが G2 でした。やはりそのテックスから落としていったのは G2。カスケード1枚、リコンボルト、パラノイアを内側に打って後部からの設置になりそうです。さあ裏からはアイシーが来てますよ。先ほどディメンショナルドリフトを使ったアイシーガーディアンです。このキングとアイシーの打ち合いが非常に重要だ。正面ではキング、うわマジ、チャンパス、プレートストーム、あーしゃがんで避けましたが、頭1個はマジロ、終わった。うわー、残るはトレント、耐えれるか。ワンオンツーですが、最後はコムのキルによって13対5、勝利はレビアさんです。レビ